サッカールクセンブルク代表は、ルクセンブルクサッカー連盟によって編成される、ルクセンブルクのサッカーのナショナルチームである。FIFA ワールドカップでは、ポルトガル・アイルランド・イスラエルと同じく1934年大会から、毎回地区予選で試合をしているが、その中で、唯一本大会への出場を果たしたことがない。2018年大会予選の終了時点で、 ワールドカップ地区予選通算433、失点は世界最高の数である。UEFA 欧州選手権も本大会出場の経験はないが、本大会が準決勝進出の4チームのみで行われていた時代の1964年大会では、ベスト16でオランダを破り、唯一となるベスト8入りを果たしている。2018年 W 杯ヨーロッパ予選では、 A 組で8試合目に優勝したフランスに、アウェーで0-0で引き分け、1914年2月8日に、ホームで5から4で勝利して、以来、15試合ぶり2度目の勝ち点を獲得した。その他にも、同予選ではベラルーシに1勝1分と勝ち越し、ブルガリアとホームで引き分けるなど1勝3分6敗で、勝ち点6とし、グループ6カ国中5位で予選を終えた。ありがとうございます。